19年前、死闘を繰り広げた男たち。男たちには残された家族がいた。てめえの亭主はクソだな、おねえら。あやとは私の宝物。ご政界が潰れれば、潰された大越組最高すっからよ。助けてくんない。私の命の肩を奪い返したい。父を撃ったのは誰ですか。現場を見たのはあなたしかいないんだ。一生飼い殺しにしてやつからな、この野郎。飼い犬が飼い主に噛みついたらどうする。恨みを晴らすには隠し金を奪うしかない。やるしかないでしょう。あんたを一緒に行くってか。よっしゃ行くぞ。焼いて食おうと好きにしろって言われてんだよ。奴らと一緒に殺しに来たか。お前ら敵同士じゃなかったのか。命を燃やして生き残るのは誰だ。